んにちは、ひまひよです。春野菜がもりもりいけちゃうおすすめサラダを紹介します。お箸が止まらないやみつきうましろツナキャベツ。柔らかい春キャベツとツナでめっちゃおいしいの作っちゃうよ。春キャベツは芯の部分を切り落とし、ざく切りにしてポリ袋に入れるよ。柔らかい春キャベツは生食がおすすめ。ツナ缶、鶏ガラスープの素、レモン汁、ごま油、塩、ニンニクチューブ、粗挽き胡椒を入れるよ。たっぷりが美味しいよ。ポリ袋の上からよくもみもみして味をなじませてね。チャンネル登録よろしくね。お好みで追い胡椒と白ごまを振ったら、やみつきうま塩ツナキャベツの完成。うわぁ、これうまっ。ツナのコクとレモンの爽やかな酸味で春キャベツの甘さが引き立つよね。もりもりいけちゃうね。おー、新玉大好き。今日は旬の新玉ねぎとツナでめっちゃ美味しいサラダ作っちゃうよ。やっほん。新玉ねぎは繊維を断つ方向でスライスします。辛み抜きの方法を2つ紹介するよ。時間がある場合は広げて空気にさらしてね。時間がない場合は酢水にさらしてね。水を変えてもみ洗いしたらよく絞るよ。軽くオイルを切ったツナ、ポン酢、めんつゆ、ごま油、新玉ねぎ、貝割れ大根を入れて混ぜます。チャンネル登録よろしくね。白ごまを振り、鰹節を乗せます。刻み海苔を乗せたら新玉ねぎのツナポンサラダの完成。新玉辛くない、甘くてシャキシャキでうま。ツナの旨味と爽やかなポン酢が相性バッチリだよね。七味のちょい足しもいいね。ねっとりサクッと新食感、長芋のポテサラ作っていくよ。え、長芋？長芋は皮を剥き、適当な大きさに切ります。ボウルに入れて蓋をしてレンジで加熱、ゴーゴー。マッシャーやフォークで軽く潰します。完全に潰さない方が食感が楽しめるよ。マヨネーズとポン酢を入れてよく混ぜます。長芋とポン酢マヨが相性バッチリ。カニカマをほぐし入れてね。チャンネル登録よろしくね。お好みで貝割れ大根を入れて混ぜたら完成。うわ、うん、まねっとりサク、これ食感も味も癖になるね。わさびや柚子胡椒のちょい足しも美味しいよ。いやー、ツンときた。この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。